平安時代の御内藤原の才は、遥かな時を超えて新道光の心に蘇った。神の一手を極めるために。受かった？ああ、うん。わや、知り合い？いや、こいつ廊下でさ、打倒東野明って言ってたんだぜ。本当さ、あいつは俺の、俺はあいつのライバル。レベルが違いすぎる。いずれは追いついてやるさ。真っ黒だな。東野明のライバルが2組で6連敗とはね。なんだよ、何が言いたいんだよ。あ、そうか、将棋かなんかのライバルだな、きっと。気にしない気にしない、光は力つけてますよ。だいたいお前は何位なんだよ。俺か、ん、わやわや1組の6位。ああ、わやって強いんだ。そりゃ2組のドンケツと比べりゃな。それでも東野には2連敗か。2連敗だろうが、お前なんかより俺の方が東野に近いんだぜ。あいつにとって俺なんか眼中にないんだろうけどさ。何の話？ん？ああ、くそ。プロ試験であいつに飲まれた自分に腹が立つ。技術以前に気合で負けてたらどうしようもねえのにな。僕もね、東野くんとやったよ。あ、負けたー。そう、東野なんか関係ないよ。あ、自分がトップに立つだけだ。あの子は？オチ、小学6年生。あ、お前の3ヶ月前に入ってきたやつだ。もちろん2組の一番下から始めて。今は1組のね、3位だよ。1組3位。はあ、あいつ今年のプロ試験受かる気なんだろうな。俺だって今年絶対受かりたいぜ。今年受かれば高校行かなくて済むもんな。勉強嫌いなんだわや。大っ嫌いさ。毎日何時間も授業受ける苦痛ときたらよ。同じ。夏のプロ試験には中3になってる。受かれば卒業と同時にプロスタートだ。俺も今年こそ受かりたいよ。泉さん、今年18になる。陰性でいられる最後の年だもんな。ああ、でも陰性追い出されたって30歳までプロ試験は受けられるじゃん。そんなこと分かってるさ。気持ちの問題だって。去年も一昨年も陰性順位1位でプロ試験落ちてんだ。今年もダメだったら俺はもう自分が情けなくて立ってらんないよ。プロ試験って何人受かるの？3人。えぇ？
三人だけ？お前が歩いている道は先が遠いぜ、六連敗。道は遠いか。それ、俺はボツにしたんだよ。だってさ、ここのこの流れは苦労不満じゃないか。え、だとしたらこっちの荷物を取りに行けって言うんですか？そうそう、ここで伸びるんだ。それで攻め合い勝てます？じゃないかな。じゃないかなですか。アキラくんはどう思う？アキラくん？はい。どうしたの？もしかしてプロのことで頭がいっぱいとか？いえ。やっとって感じですよね。4月からアキラくんもプロか。だいたい中学になってから囲碁部で遊んでたっていうのがわからん。ねえ、尾形さん。だが、その頃の方が気迫があった。碁は技術だけじゃない。わずかしかない技術の差の間で精神面が気迫が大きく関係して勝敗は決まる。今の君じゃ叩きがいがない。僕は別に変わりは。僕には十分怖い存在だけどな、アキラ君は。3回に1回は負けてるからだろ、足割れ。毎日アキラ君と打ってる先生には分かってるんじゃないですか。まあ4月から手合いが始まれば嫌おうなしに結果は現れてくる。それより足原君、君はいつまで一次予選と二次予選の間をうろうろしているつもりだ？あ、はい。今度の日曜空いてるかな。君に見せたいものがある。見せたいもの？お、シンド、勝ったのか。へへ、初勝利。たったの一勝かよ。ここから連勝するんだから。お、トウヤ。どいつ。おい、トーヤ、トーヤ。何なんだよあいつ。先生に何か用事でもあったのかな。違う。え、俺がいるか見に来たんだ。何言ってんだ。お前のことなんかまるっきり無視だったじゃねえか。どこがライバルなんだか、まったく。二度と俺の前に現れないって言ったのに、俺を待ってるんだ。俺があいつのところまで上がってくるの。知らなかっただろ。彼が陰性になってたこと。見せたいものって彼のことですか？陰性になってたからどうだと言うんです？それと僕と何の関係が。トウヤ・アキラを追ってきたんだぜ、おそらく。ああ、トウヤ君来てたの。こんにちは。ちょうどよかった。ちょっと取材させてよ。新入団を前にしての気構えとかお父さんのこととか。ええ、いいですよ。後で上の出版部に来てくれる？わかりました。よろしくね。どうも、尾形先生。それじゃあ僕は。ああ、俺は帰るよ。彼が君の起爆剤になるんじゃないかと思ったんだがな。笑っちゃいますよ。彼程度の腕で僕を追うですって。なら僕は彼なんかには手の届かないずっと遠いところまで行ってやります。近づけさせません。しっかり起爆剤になってるじゃないか。面白い存在だな彼は。
当分はここで陰性として揉まれるわけか。早くプロの世界に上がってこい。いや、果たして上がってこられるかな。どうしたの。今西君、待ちなさい。おい、なんだ、負けたからといってあの態度は。今西の相手お前だろ。ああ、なんかポカでもやったのか。うん、完全なミソンジ。高校受験が近いせいかもな、イライラしてんの。わ、サンキュー。学校の成績下がってるって言ってた。まあな、俺だって時間があったらまず語の勉強だもんな。それでプロになれればいいけど、まだ2組だもんね。その上ポカやって神道ごときに負けてりゃイライラもするわな。お前な。なあ、トエだって学校の勉強してないんだろ。でも海王中ってことは頭いいんだな。ムカつくだろあいつ。別にムカつきはしないけど。ムカつくんだよ。プロ試験だって一発で合格しやがって。そういえばそのうち新初段シリーズにあいつが出てくるぜ。新初段シリーズ。お前本当に何にも知らねえんだな。新初段シリーズっていうのはプロ試験に受かった新人騎士とトッププロとの対局なんだ。新人のお披露目なんだって。お披露目か。プロとしてのスタートは4月からだけど、その前にこういった対局をやるんだ。ああ。先週の火曜日には桑原先生相手にマシバさんの対局があったんだぜ。マシバさん、陰性だった人だよ。へえ、その人はプロ試験受かったんだ。いすみさんやわやは落ちたのに。うるせえな。が、対局はどうだったの。桑原先生の前にあっけなく投了。そっか。トウヤももうじきあるはずだぜ。どんどん前に進んでいくんだなあいつは。トウヤだけじゃない。ん、プロ試験に受かったやつはみんな前に進んでいく。俺たち陰性はプロ試験に受からない限り一歩も前へ進めないんだ。誰？バカ！ねえ、誰？ザマ先生だよ、王座の。王座？タイトルの一つにそういうのがあんの。お前タイトルくらい覚えろよな。ザマ先生、ちょうどよかった。なーに？新初段との手合い日が決まりました。また通知をお送りします。相手誰？東谷明君です。名人の息子さんの。東谷？ああ、彼ね。名前だけは聞いてるよ。東谷門下の騎士の話ではすごく強いということですよ。ま、それ悪口は言わないわな。新初段シリーズね。これまではどう？俺たち現役プロの全勝？いえ、勝ったり負けたりです。うん、新人に花持たせたりしてるんだ。お祭りだもんな。だったら俺も半目差くらいで負けてやるかな。その方がみんな喜ぶでしょ。東谷ジュニア堂々の門出って紙面盛り上がるよ。そりゃあ出版部は喜ぶかもしれませんけど。そういえばこの前桑原先生がやったよね。ええ、相手は真柴君といって陰性だった子です。うん、これちょうだい。桑原先生が相手ということで緊張したのか、対局場の幽玄の間に気遅れしたのか、彼の自滅でした。桑原先生は真柴君の負けましたの声に、あ、終わったのと、まるで寝ながら打っていたようなことを言われまして。そりゃその子もかわいそうに。桑原先生も意地悪だからね。まあともかく有望な新人騎士とトッププロとのいい対局を一つよろしくお願いします。はいはい。今日？玄関の掲示板見なかったか？
今日の午後から幽玄の間で東野と王座の対局。うわぁ、見たい。見られるぜ。対局場の幽玄の間だけはカメラがついててモニターで盤面が見られるんだ。へえ。あのテレビに映るんだ。俺たちだって対局があるから全部見るわけにはいかないけどさ、院生の対局が終わってからここに来ても後半くらいは見られるぜ。そっか、全部は見られないんだ。ついでに幽玄の間も見てみるか。え、いいの？ほら、ここが幽玄の間。暗くてよくわかんねえや。光る。え？臭い？この身だからこそ感じるのか。ここの空気は。ピリピリと痛い。つい、むしゃぶりで笑みがこぼれるほど。どうだ？なんかこう、すごいだろ。プロってこんなところで打つの？違うよ。俺たちがいつも打ってる大部屋でプロも打ってんの。こういった部屋はタイトル戦の時だけ使うんだよ。なんだ？今日の対局でここを使うのは、早くこの部屋で打てるように頑張りなさいって意味さ。来年こそは俺だって。じゃあ対局前に記念写真を撮りますので。多めに撮っとけよ。将来大物になる可能性あるからな。了解っす。向き合って少し会話してもらえますか。会話だって、東野くん。今日は精一杯戦わせていただきます。よろしくお願いします。ああ、こちらこそよろしく。私の王座というタイトルにビビることはないよ。プロになったらみんな一緒だ。気遅れしたら絶対に勝てない。同じ初段と思ってかかってきなさい。ええ、そのつもりです。そのつもりだと生意気な面しやがって。はい、目線こっちでお願いします。予定変更。叩き潰してやる。東野の対局始まった頃かな。光る、今は目の前の一局に集中。分かってるよ。幽玄の間は初めてじゃないんだろ、東野くん。いえ、初めてです。対局は初めてでも入ったことぐらいはあるだろう。何せ君のお父さんはここの常連だ。くっついてきたことはないの？はい、一度も。秒読みや記録でここに座ったこともないの？僕は院生ではなかったものですから、秒読みや記録をしたことがないんです。え？院生じゃなかったの？あ、でもそういった仕事が新人騎士にも来るんですよね。4月までにやり方を覚えなきゃいけませんね。ふっ、可愛げのない。少しは緊張しろってんだ。時間ですので対局を始めます。新初段の旋盤で込みは逆込み5目半です。持ち時間は2時間。使い切ってからは1手1分秒読みになります。ではお願いします。お願いします。お願いします。芦原先生。どうも。あ、そうか、芦原先生は東野名人門下か。明君とは友達ですよ。一番年の近いね。彼の友達はみんな大人ですから。そのせいかな。いやー、落ち着いてるね彼。今まで見た新初段はみんな萎縮してるか気負ってるかのどっちかだけど、
彼はそのどっちでもないんだよね。そうそう、真柴君はコチコチだったよね。桑原先生はマジ怖いです。桑原先生の第一手、思いっきりバチって音を立ててあんな見え見えの脅しにあっさり飲まれてちゃダメだよ。やりそうですね、桑原先生なら。さて、今日の一戦はどうなるかな。階段みたいな格好で石を取られちゃうのを主張っていうんだ。逃げてきた方を当たりにして、逃げてきた方を当たりにして、これを繰り返していくとこの黒は逃げられません。主張になったらなるべく早く諦めて他のいいところを探しましょう。トーヤ、お前俺にここまで来いって言ってんだろ。まだだ、まだ守らない。こんな攻めの打ち方してるトーヤがこのままで終わるもんか。見せてやる、僕の一手一手を。